はい、どうもゆきです。集まれパワプロくんの DS 甲子園実況プレイ続きやっていきましょう。今回から甲子園パートになります。白神先生がいなくなった分頑張って優勝していきましょう。いよいよ夏の甲子園での試合だ。甲子園夏大会開幕。いいねいいねいいね、雰囲気出てくるね。甲子園か。しかし本当にここに来られるとは思わなかったな。なんか私の方が緊張してきたな。しかしここまで来た以上とりあえず一勝ぐらいはしてほしいもんだな。お、そろそろ試合が始まるな。今日の相手は山口代表の黒岩高校。まず甲子園での一勝を目指して頑張ろう。やるぞ、頑張るでやんす。誰？いや、こんにちは。君が花丸高校キャプテンのゆうきくんかい？俺は山口代表黒岩高校キャプテンの大港だ。よろしく。まあ、こちらこそよろしく。それでは正々堂々と戦おう。おう、望むところだ。あ、ちゃんと正々堂々してんのかな。これさ、ちょっと待って、敵のランクってどんなの？あ、見えないのか。能力的には若干低いぐらいだな。あー、これだったら自分操作でいいか。自操作にして、次回から全員操作、次回というか次の試合から全操作にすっか。じゃあ行きましょう。まずは1回戦目、黒岩高校です。さあどうなるか。あー、全然打ててるわ。じゃあミート打ちメインで、前回ねミート打ちの方が意外とヒット、にゃーおーじゃんすよ。強振フライになっちゃうんすよ。だからミート打ちにしたんすけど、あーでも2対0、結構取れてるっすね。でこれでちょっと落ち着け、落ち着け。ここ、ちょっと待ってよ、ミート打ちもダメじゃないの。どういうこと？低めの球に手出さない方がいいか、高め狙うか。あーでも点取れてるわ。敵のピッチャーも別に弱そうじゃないんだけどね。かなり低めで引っ掛けさせようとしてて、それ全部引っ掛けちゃってるけど、いや低め好きだなこいつ。ここだ。いやちょっと待って、ミート打ちもダメやん。どうしたらいいの？キャプテン仕事してないよ。強振でいったるわ。ゴールだ。オッケー、やっと仕事した、やっと1個仕事した。よし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 、オッケーオッケーオッケー。まずはとりあえずは一勝。勝ったでやんす。本当に甲子園で勝ったでやんす。おいらたちやればできるのでやんす。オッケーオッケー。よし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 。これで次の試合が金曜日か。そうなると、休ませたいけど、どうなんだ？どうなんだ？味方のピッチャーはスタミナが削れてる奴らが、この青いのがピッチャーたちなんで、あ、青いのじゃない、ピンクのか。いや、意外とみんなスタミナあるな。じゃあいいや、練習しとこう。そうしたらスタミナがあるのであれば練習しておいて、強くして、育てておいて、はい、育てておいて、で、勇気の体力がやばくなってきたから、一回ここで回復を挟みながら、次も練習をしてからの試合に臨むと。今日は夏の甲子園大会の試合。OK？ 二回戦目。今日の相手は熊本代表の熊太高高校。やあ、こんにちは。君が花丸高校。髪の色がカラフル、こいつら。敵みんなカラフルなんだけど。あ、これもちゃんと操作があるのね。じゃあ実操作、これは？みんな D。いや、こいつらも弱いな。え、甲子園の方が弱いんだけど。よっぽど湘北高校の方が強かったんだけど、どういうこと？甲子園そんな強いのいないぞ、今のところ。ちょっと敵の能力見て、一応操作方法は切り替えていくか。あー、くそー。カバーされた、マジか。まあまあまあ、しょうがない。敵が、うわー！え、0-2？ え、ちょっと待って、まずい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 。え、ちょっと待って、まずい。聞いてない聞いてない。聞いてない聞いてない、そんな聞いてない、そんな知らない。いけ、あー抜ける、大丈夫。オッケー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 。三塁まで走っちまえ。よしよし、いけるいけるいける。オッケーオッケーオッケー。このままこの回2点欲しい。よし、あ、3点4点、は逆転された、マジか。ここ、あー、フォークだった。うるせえ、結局サードゴロに終わりましたとか言うな。あ、でも誰か点取ってくれた、ありがとう。ちょっと待って、ここ打ちたいよ。やっぱ低め投げてくるな、甲子園なんとか。強いな。いやー、抜けない、これは。
待って、落ち着け。いやー、1点取られた。お、ナイス、2点取った。オッケー。ギリギリ。次の試合から全員操作にしよう。怖いから怖いから。ちょ、落ち着け落ち着け。ちょっと強振で、もう2アウトで9回表の状況でミート打ちとかやっててもしょうがないんで、ここ強振で一発狙いでいっちゃいましょうか。ここ、オッケー、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。いや、これでもアウト。え、なんです、え、取れよ、今のは取れよ、お前今のちゃんと仕事してあれ、ピッチャーかわいそうやろ。オッケー、75。よし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 。いや、今の仲間かわいそう、あれあれかわいそう。よしよし、オッケーオッケー。世間評価もかなり上がってきた。一回休ませようか。そしたら一回休ませて、いや結構魚崎がスタミナ減ってんな、もう一回ぐらい休ませてやりたいな。ちょ、練習します、練習します。ここでもう一回休ませます。で、ここ試合だね、そろそろ全員操作した方がいいと思うし、一回セーブしておくか。さあ、3回戦目、今日の相手は鹿児島代表の上島実高校。強そうだな。この試合に勝てばベスト8。ああ、そうだ、ベスト8に残れるように頑張ろうぜ。さあ、試合開始だ。ゆきくん頑張ってね。ありがとう、マイ。頑張るよ。オッケー、行きましょうか。また、なんか1回戦目と目が同じ形してんな。オッケー、そしたらこっからは全員操作で、守備セミオートぐらいで行こうか。これで行きましょう。え、敵能力はどんなもん？あ、いや、でもこれ別に、あれだな。自分操作でいけるレベルだな、正直。自操作でいいか、そしたら。そんなに強くなかった。じゃあこれ自操作でいきます。次から全員操作かな。なんかでも、ちょっとずつ敵の能力も確実に上がってはきてるんですよ。なんであんまり油断とかはできないんですけど、しっかりとね、敵の能力も見ながら操作方法を切り替えて、ガチで甲子園優勝は狙っていこうと思うんで。 OK。 なんで抜けんの、これ何なの、これこれ何なの、敵がちょいちょい気使ってくれるこのシステム何なの、甲子園でも。いいよいいよ。あー、でも0対0、仲間が続いてくれない。ここ、 OK、 これはいいっしょ。よし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 、打ててるよ、ゆうきくん。いいねいいねいいね。続け、あー、続かない。あー、でも一塁にランナーがいる、敵はヘロヘロしてる。ちょっとここはしっかりと見ながら、バンバ君、敵バンバ君、ここ、あ、いい、あー、いい、あー、オッケー、ナイス。抜けないか、ちょっと待って、二塁ストップ、ここオッケー。ちょっと1点欲しい、この回。ナイス、2点きた、2点きた。これはいったっしょ、これは勝ったっしょ。ちょ、ここから冷静に落ち着いていこう。ここからは慌てると良くない。よし、抜けた。オッケー、ギリギリ抜けた。よし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 。お、3対0。いけるね。え、マジ？湘北高校どんだけ強いの、あいつら。甲子園の方が全然弱いんだけど。ちょっと待って、甲子園弱いんだけど。5打席連続ヒットだよ、ゆきさん。ミート打ち最強だわ。オッケー、3-0で勝利。これでベスト8進出。いいですね。ちょっと待ってね。すごいことだぜ、これは。こんなところまで来られるなんてよ。俺だってそうさ。でもそんなこと考えるより、一戦一戦を必死で戦おうぜ。そうでやんす。ゆうきくんの言う通りでやんす。さすがキャプテンでやんす。たまにはいいこと言うでやんす。一言余計じゃ。ちょっと、なんか、ゆうきと思考一緒だな、俺。なんか謎に加藤に三振ついてたんだけど。なんであいつ三振ついたし。これで、ちょっと待って、味方のスタミナとかは大丈夫か？味方の様子を見る限り、スタミナは特に投手陣。あー、結構言っても余裕はありそうかな。魚崎が若干減ってるぐらい。いや、そうしたら一旦仲間全員と練習をしておいて、はい、次の試合。もう行っちゃおう。準々決勝。今日の相手は滋賀代表の北オイス高校。この試合に勝つことができたら、いよいよ準決勝。ベスト4ディアンス。閉まっていくディアンス。よし、頑張るぞ。なんかこの目のパターンがこの目のパターンが多いな。で、ちょっと待って、まずは敵の能力を見よう。これによって操作方法を変えたい。いや、弱い。でもアベレージ D、 D 弱ぐらいだな。 B の選手もいないし、唯一 C が5番にいるぐらいなんで、こっちの方が断然選手強いんすよね。多分これも自操作でいけるな。え、弱くない、甲子園。え、あ、でも1点取られてる。そんなこと言ってたら1点取られてた。まずい。
さすがにちょっと調子乗りすぎたかもしれない、ベスト4なのに。ああまずい、これで負けたらシャレになんないぞ。ちょっと次からはもう能力とか見ないでそこを全員操作にしちゃおう。てか待って、こっち誰も打ててないじゃん。ピッチャーが強いのかなこのチーム。やばいな。そしたらちょっと少なくとも結城さんが打ってチャンスを作っていかないとまずいと思うんで、オッケー、オッケー、ナイス。4点取られた。3点取ったら裏で3点返された。表か、表で3点返された。最悪、マジかマジか。ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい。うわー取られた。まずい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 。取ってくれみんな。オッケー、4対4。しかも満塁。よし、ここは確実に1点欲しいですね。ここや。オッケー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 。避けろ避けろ避けろ。うわー避けない。敵のセンター気使ってくんない。いやー、あ、セーフだった。危んの。助かった。よっけーよっけーよっけー。なんとかギリギリなんとかなってる。ベスト4進出。よし勝ったぞ。いよいよ準決勝だ。おいらもう十分満足でやんす。バカ、もう悔いはないでやんす。まだ満足しちゃダメだ。ここまで来たら最後まで行くんだ。みんなで優勝を狙おうぜ。お、さすがキャプテン、言うことがポジティブでやんすね。仕方ないからおいらも付き合って頑張るでやんす。付き合ってくれ。結構魚崎のスタミナが減ってるからもう連戦ですし、この後休んじゃいましょう。しっかりと休んでおいて、ここから準決勝ですね。セーブしとこう。じゃあ行くか。いよいよ準決勝だ。今日の相手は香川代表の、なんて読むのこれ、新追学園。みんなちょっと疲れてきてるみたいだな。玉ねぎしなってるよ。それは相手の高校も同じだよ。とにかくこの試合に勝てば、いよいよ決勝戦だ。頑張ろうぜ、白水。ああ、分かったよ。あ、そろそろ試合が始まるよ。ゆきくん頑張ってね。ありがとう、舞。絶対に勝つぜ。行きましょうか。お前帽子意味なくね、それ。帽子何の意味があるお前。全員操作で行きましょうか。あーやっぱ強くなってるっすね。ランク C が増えてる。じゃあこれで行きましょう。甲子園準決勝からこれ、全員操作の方がいいのかもしれないね。何 ?1 回から全員操作なの？それは長いな。7回8回ぐらいまで1回飛ばしてくるか。ちょっと待って、今さ、2回の裏か。2回の裏なんだけどさ、めっちゃ打てるんだけど。0対4なんだけど。これ勝ったかもしらん。いや、ミート打ちがめちゃくちゃ効いてて、ちょっとあれ、取っとけよかったな、さっきのシーンとか。なんかね、あー、ピッチャー交代したから変わっちゃったか。いや、でもめちゃくちゃいい感じで打ってたんだよ。でもこれ0対4だから守り切ったら勝てるかもな。ちょっと2点取り返された。ここで追加点が欲しいんですよね。オッケーオッケーオッケー、抜けた、ナイス。これいけるんじゃない？ 3 塁。いける、フォームいける、間に合う、間に合う、いける。アウトだったー。でも点差広げた。さあ9回まで来ましたよ。今一応状況が6対8の状況なので、この回抑えきれば勝てるんですけど、ピッチャー結構消耗してまして、まあ、投手勢がねめちゃくちゃ全力で戦ったんで、もうほぼほぼここ2人は決勝戦に残しておかなきゃいけないんで、いないんすよね。穴見もスタミナ尽きてるし、なんとか島風さんで抑えきってほしいですね。この回めっちゃ乱打戦になっちゃったんで、6対8ですよ。お互い19本打ってますからね。結構な試合になってます。まあでもね、全員操作も1回からだとさすがに長すぎるけど、こんな感じで動画撮れたらいいのかなっていう一個検証になったんでよかったんですけど、ちょっと怖いなこれ。しかも四球ついてんじゃん島風。こうなったら穴見とチェンジ作戦島風はレフトで若干休んでてもらう。いやー、まあまあまあ、お前スタミナないもんな、もうマイナス11だもんな今。でもなんとか抑えてほしい。いやーきついか。しょうがない、9回だけ目次出よう。ここで負けてしまっては元も子もないので。目次っていうの、あなたずっと目次って呼んでた。これね、全員操作だといろんな選手の名前ちゃんと聞けるんで便利なんですよ。いやいや、目つぎお前すっぽ抜けすぎじゃない球。そんな抜けることある？まずいって、ここ押さえてほしいんだって。だからお前出したのに。お、大丈夫。あっと、落とした、落とした、間に合わんかった。マジかマジか、せっかく飛びついたのに。まあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。最悪1点は取られても別に、2点取られたらやばい。ちょっと待って、すっぽ抜けすぎじゃない？目次じゃない、なんだっけなんだっけ。あ、やばいやばい、1点取られたか。あ、大丈夫だ。
よしよし、目つぎか。ちょっと落ち着け、やばい。ノーアウトフルベースは非常にまずい状況ですね。ちょっと待って、これいけるのか。落ち着け。やばい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 、コントロールがもうやばいやばい。オッケー、ナイス。あ、ちょっと待って、オッケー、トリプルプレー。危ねえ危ねえ、今一瞬慌ててやばくなったけど、オッケー、よくやった目つぎ。まあ、よくやった、めっちゃ偉い、頑張った。穴見も投げまくったな、ナイスみんな。オッケー、よしかったぞ、決勝進出だ。本当に決勝に行けるのか。本当でやんす。あと一つ勝てば優勝でやんす。いや、めっちゃ頑張った。ゆうきさんもめちゃくちゃ打ったっすよ、この試合。オッケーオッケー。ちょっと久々にこれ見るか。なんかみんな特殊能力とか入ったかな。あ、でもかなりパワー2とか上がってる今。結構みんな能力上がってって、うわ、100。つぶらやめっちゃ打ったもんな、そういえば。すごい能力上がっていってますね。あ、なんで水瀬くん。あー、島風でもいい。打たれたからしょうがないけどさ、めっちゃ下がって。もう頑張ってくれたよ、めちゃくちゃ。俺感謝してる。あ、なに？オリーブ製品を手に入れたって、なにこれ？なに？ちょっと待って、ちょっと待って、飛ばすな、お前。飛ばすな、お前。飛ばすな、お前。お前、飛ばすな。ちょっと待って、読ませてくれ。そしてその夜。いよいよ明日は決勝戦だな。ああ、こんなところまで来れるなんて本当に夢みたいだ。ちょっと前にはもう野球は一生できないって思ってたんだもんな。野球どころか、一時は死のうとまでしてたくせに。それはもう言うなよ。恥ずかしいじゃないか。あの時はどうかしてたんだよ、俺。でも、お前のおかげだよな。こうして野球ができるようになって、甲子園に来れて、その上、日本一に手が届くところまで来たんだからな。でも先生は、俺、お前のためなら、何でもしてやれるぜ。お前、暑い夜を。あ、そう？じゃ、って、バカ野郎、気持ち悪いからやめてくれ。いや、質問したい。織坂に質問する。何これ。それより織坂、お前に一つ聞きたいことがあるんだけど、俺、ずっと引っかかってたことがあるんだ。ん？なんだよ。何でも聞いてくれていいぜ。いつからかはっきりしないんだけど、どうしてあんなに野球に入れ込むようになったんだ？昔のお前は野球だってなんだって楽しければそれでよかったはずなのに。ああ、そのことか。どう言えばいいのかな？やっぱり妹さんのことが関係あるのかい？ああ、そうだな。そのことを話すのはいいんだけど、なんか照れくさいんだよな。照れくさい？ひょっとして妹さんに甲子園に行く約束をしたとか、プロに行って金儲けしてアメリカで病気を治してあげたいとか。違うよ。そんなどっかで聞いたような約束してないし、プロなんて考えてもなかったよ。全く夢見てなかったとは言えないけど。じゃあどうして？俺、妹を見てて自分が恥ずかしくなったんだ。ほう。それだけだよ。どういうことだそれは。一生懸命だったんだあいつ。あんな子供のくせに、入院して自分が助からないのが分かってからも、どんなことでも何をするのでも、いつも一生懸命で、最後まで必死で生きようとしてたんだ。本当は人間として当たり前のことなんだろうけど、そんな当たり前のことさえ俺はしてなかったんだなって。それで俺初めて自分のことを真剣に考えるようになったんだ。こんなのでいいのかって、こんないい加減なことばかりやってていいのかって。で、なんで野球を？なんでもよかったんだよ本当は。けどやっぱり野球しかなかったんだ、俺が打ち込めるものは。お前だって多分そうだろ。いろいろ考えたけど、俺を支え俺が誇りにできるものって野球しかなかったんだ。それで俺必死に野球をするようになったんだ。そしてあいつが死んでからは、あいつの分も必死で生きてやろうと。いや、本当は辛かったことを忘れたかったからかな。もっと野球に入れ込むようになっていったんだ。恥ずかしい話だろ。おかげであんな風に自殺みたいなバカなこと考えるまでになっちゃったんだからな。別に出れることも恥ずかしがることもないじゃないか。それだから、いろんなことがあったから、俺たちここにいるんじゃないか。こうしてここまで来れたんじゃないか。バカ野郎、そんな臭いセリフ吐くなよ。いやでもいいな。熱いな。余計に照れくさくなるじゃないか。はは。悪かったな、織坂。いろいろ聞いちゃって。さあ、明日に備えてさっさと寝ようぜ。あ、そうだな。明日は決勝戦だもんな。オッケー！じゃあ今回はここまでにしておきましょう。そして次回、夏の甲子園大会、決勝戦をクリアして、白神先生はいなくなっちゃったけど、仲間と一緒に暑い夏を送れたっていうことで、この実況を締めくくりたいと思います。ただ問題は味方のスタミナなんだよな、投手勢の。この準決勝と決勝が2試合連続なんで回復できないんですよ。そこをどう乗り切れるかだと思うんですけど、次回楽しみにしておいてください。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。じゃあね。